皆さんこんにちは。こんにちは。紅葉がきれいに色づき始め、これから寒い冬がやってきますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は術後下着で困ったことをお伝えします。術後下着に関して困ったと回答された方が多く、皆さん悩まれたことが分かりました。術前に使用したものは使えない、ワイヤーがついているもの、左右の違い、下着の選び方など、皆さん同じ思いをされてたのですね。術後は痛みもあり、ガーゼやテープが貼られているので、前開きのソフトブラをつける方も多いようです。放射線治療を受けられる方は、肌がデリケートになっているので、肌に優しい素材を選びましょう。パッドの種類はシリコンタイプ、ジェルタイプ、コットンパッドや手作りパッドなどがあります。ネット検索で探してみてもいいですね。サイズも素材も自分に合ったものを見つけることができると思います。温存用の方の部分パッドもあるようです。痛みを感じながらつけて過ごすのも辛いですよね。少し大きめの下着をつけたり、楽につけれるように前開きのものを選んだ方も多かったようです。最近では傷に触れないようにハサミで切ってもほつれにくい下着もあるようです。術後どんな下着をつけたらいいのか悩みますよね。選ぶポイントは、肩紐は幅が広いもの、フルカップのもの、アンダーバストが幅広のもの、内ポケットがついているものなど、自分がつけて楽なものを選ぶといいですね。患者さんからお借りしたものを紹介しています。これ以外の商品もあるようです。ネットで検索してみるのもいいですね。術後はどういう下着をどのタイミングでつければいいのか悩まれる方が多いと思います。でも大丈夫です。術後の体に優しくあって元気にしてくれる下着やパッドがあります。最近では乳がん専用のブラジャーにもおしゃれなものやかわいいものもあります。パッドを使ってバストラインを整えるのは、外見上の理由だけでなく、体のバランスを保つ目的もあるそうです。自分に合ったパッドを選び、快適に過ごしましょう。次回はアンケートの中から、浮腫のことについて気をつけることなどを、香川先生に聞いてみました、をお伝えします。これから寒さも駆け足でやってきます。体調など崩されないように気をつけてお過ごしください。